ロバート・キーセルはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックの男子400メートルリレー層で金メダルを獲得した。カリフォルニア大学の学生だったキーセルは IC4A 主催の競技会で1932年に220ヤード層、1934年には100メートル層と200メートル層に 優勝した経験があったが、その他の主要な競技会での優勝経験はなかった。キーセルは400メートルリレー層のメンバーに選ばれて、オリンピックに出場することになった。ロサンゼルスオリンピックの400メートルリレー層は、ロサンゼルスメモリアルコロシアムを会場として1932年8月6日と8月7日の日程で実施された。この種目には8つの国の代表チームが出場した。 アメリカ合衆国代表チームは彼の他にエメットトッピーのヘクター・ダイヤー、フランク・アイコフというメンバーで構成され、キーセルは第一走者となった。8月6日に実施された予選でアメリカ合衆国代表チームは第一組で当時の世界記録となる41秒22を出して1位となり、翌日の決勝に進んだ。8月7日の決勝では、 さらにその記録を短縮して40秒1の世界新記録で2位のドイツ代表チーム、3位のイタリア代表チームなどを抑えて金メダルを獲得した。大学卒業後、キーセルは塗料製造会社で1941年まで働き、兵役に就いた後はユタ州で投資事業などを手掛けて23年間を過ごした。その後イが補修ボイシに所有していた農場で余生を、 過ごし、その地で1993年に死去している。アスレチックス・アット・ザ・1932・ロサンゼルス・サマー・ゲームズ・メンズ4 0 0ズリレーラウンド12011年11月19日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1932・ロサンゼルス・サマー・ゲームズ・メンズ4 0 0ズリレーフィナールアーカイブド2012年11月11日。 アットザウェイバックマシン2011年11月19日閲覧アスレチックスアットザ1932ロサンゼルスサマーゲームズメンズ4 0 0ズリレー2011年11月19日閲覧ありがとうございます